CBC ラジオ声の恋人松井ジュリナですサポーテッドバイシメジ。この番組は、着せ替えキーボードアプリ、シメジの提供でお送りします。皆さんこんばんは、SKE48 の松井ジュリ奈です。ここからは、CBC ラジオ、声の恋人、松井ジュリ奈です。サポーテッドバイシメジ。私、松井ジュリ奈がリスナーさんと一緒に作るハートフルでスーパーで、 ミラクルな番組ですイエイエイエイイエイ <laughs> なんでイエイエイエイイエイって言ったのか私今自分でもよくわかんないんですけど、えっ、ー、とテンションが上がっていると思ってください。えー、というわけでですね、今日ちょっと話したい話があるんですけど、もういつのね、放送だったかちょっと忘れちゃったけど、なんか前放送中に、あのー、私がもともとちっちゃい頃から、小学生の頃から、 大事にしているブラウンママっていうね、抱き枕があるんですよ。で、その子が、まあ、一人でかわいそうだから、あのー、お友達のね、クマを買ったっていう話をしたんですよ。クマのお人形さんを。買ったっていう話をしたんですけど、その名前がまだ決まってなくて、決まったら、あの、発表しますよ、お知らせしますよっていうことを、その前の放送で、 話して、実はちょっとそのクマの名前が決まりましたので、今日はここでご報告したいなぁと思います。えー、茶色なんですよ、そのクマが。ブラママと一緒で。なので、チャイちゃん。もしくは、ブラウンクマ。<laughs> どっちか。決まったって言っても結局迷ってるんですけど、わかんない。ちょっと私、優柔不断なタイプなのかな、意外と。自分のことになると。なんか誰か、人のこととかは、 こうした方がいいと思うよとか、あした方がいいと思うよとか、例えばグループのことだったりとか、なんかそういうことに対しては、なんかこうだとか思えるんですけどすぐ。なんか自分のことは結構なんかどうでもよくて。<laughs> なんか自分よりなんか、なんて言うんだろうな。いつもなんか他のメンバーとかが輝いてくれたらいいなってすごい思っちゃうから、なんかお母さんみたいな気持ちなんですよ。 だからなんかまだ優柔不断であんまりどっちにしようかまあ決まってないんですけどまあチャイちゃんかブラウンクマにしようかなと思ってます。<laughs> 絶対これ聞いてネーミングセンスないよってめっちゃメール来るんだろうな <laughs>。でもあの本当に私も結構ね寂しがり屋なとこがあるのでそうやってちょっとお人形とかいっぱい一緒に寝たいなと思います。 でもその、まあ、チャイかブラウン、ブラウンクマかどっちかわかんないけど、そのクマがちょっとサイズが大きすぎて、結構人間ぐらいに近いサイズだから、それをその寝室に置いといて、布団の上に寝かせておくと、もう意識せずバーって部屋に入った時に誰か寝てんじゃないかと思ってすっごいびっくりしちゃうんですよ。 っていうことがあるからなんか落ち着くために買ったのにちょっとドキドキさせられてるとこはあるんですけどまあこれからもね可愛がっていきたいなと思います。はい。えー、というわけでこの番組ではスマートフォンの着せ替えキーボードアプリしめじのインスタグラムアカウントに今週のしめじジュリナフォトをアップしています。さあどんな写真がねアップされているのかお楽しみということで皆さんアルファベットしめじで検索してジュリナフォトをチェックしてください。それでは今週もこのコーナー BC ラジオ声の恋人松井じゅなですサポーテッドバイシメジこちらですねリスナーさんの感動した話のろけ話運命的な出会いハプニングエピソードなど松井樹里奈が聞きたそうな話や私に聞かせたい話を送ってもらうコーナーです毎月テーマを決めて募集中です え月が変わりましてですね、9月のテーマはですね、親友になっております。では、今週の1枚を紹介しましょう。ラジオネーム、サクランボさんからいただきました。妻が松井さんのファンで毎週一緒に聞いています。ありがとうございます。聞きたい話の9月のテーマが、親友であることを知り、初めての投稿をさせていただきました。 私には小学生の頃に病気で、えー、ん死んでしまい別れた友人がいます。彼女は心臓に病を抱えており、小学5年の時にはほぼ学校にも来られない状況でした。夏休みも終わりかけの頃、久々の再会時に些細なことで喧嘩になってしまいました。怒った私は 待ってっと言いながら歩くような速度で走って追いかけてくる彼女を置いて走り去りました。翌日朝早くに彼女が亡くなったとの連絡がありました。葬式の時に彼女の母から明日も一緒に遊ぶんだってずっとそう言ってたありがとうと、えぇ、ー、泣きそう告げられました。えー、走って逃げた自分のことを そんな風に言ってくれた彼女に対する罪悪感にただただ号泣しました。私は二度とあんな思いはしまいと心に近い、その後は友人と喧嘩をしても必ずその日のうちに謝罪をして笑顔で再会できるようにしています。そんな考え方を与えてくれた彼女のことを私は生涯唯一の親友だと思っています。 もう確認もできませんし、仮にできても恥ずかしくて言えませんが、松井さんには価値観や正義感に大きな影響を与えてくれた友人はいらっしゃいますかちなみに、その彼女は私の初恋の相手です。うわあやばい、もう涙をこらえて今読む,読むのに本当に今必死だったないやーそうですね。 三井さんには価値観や正義感に大きな影響を与えてくれた友人はいらっしゃいますかと。うーん、そうですね。友達ってなると、うん、いないかも。リアルな話をすると、いないかもしれない。そういう、何の影響を与えてくれた先輩とか、まあ、親とか、 学校の先生とか、目上の人たちからそういう影響を与えられたことあるけど、なんか友達とは、なんかやっぱりなんだろうな、こう、たわいもない話というか、なんかそういう話ができる関係が自分の中では友達って思っちゃうから、けど、でもなんかだからこそ、なんか自分は、 自分が影響を与えれる人になりたいっていう気持ちが芽生えたのかもしれないですね。なんか自分があんまりその同世代の子とか友達にそれを求めてなかったというか、から、なんかでも逆に自分がその同世代の子たちとか友達とかにも、こう何か感じ取ってもらえる自分がやってることとかしてることで、こうその子たちが あ、もっとこうなりたいとか、もっと成長したいとか、なんかそういう風に希望を持ってくれるような、なんか存在になりたい。影響を与えれる人になりたいっていう気持ちはすごくあったかなっていうのは思いますね。なんかでもこの今の活動をしてて、なんか本当に小さいことかもしれないけど、 やっぱりそれを実感できる時もたくさんあるからこそ、なんかやりがいがあるなって感じるし、うん、なんか私自身も、やっぱ家族と喧嘩しちゃうこととかもう、なんかすごく、なんか多いから、喧嘩っていうか、な、なんて言ったらいいんだろうな。なんかお母さんだからこそやることとかもあるじゃないですか。だから、そう、なんか、だからなんかお母さんにきつく言っちゃうこと とかもあるんですよ。家族だからいっか、みたいな。分かり合えてるからいっかなと思って、なんか言って、なんかお母さんがたまに落ち込んでたり、なんかちょっと傷つけちゃったりとか、なんかすることとか、も、あるから、なんだろうな、なんかそれを、なんだろう。やっぱ素直に、まあごめんね、なのか、って言えたりとか、しなきゃいけないなっていうのは、なんか、すごい改めて、思いました。なんだろうな。自分が、 思ったこと思って、良かれと思って言ったことでも、なんか相手にとったらすごい嫌なことだったりとか、ってあるじゃないですか。でもなんかそれって気づくのもすごい難しいし、なんか気づいた時には遅いなと思う時もあるけど、でもなんか気づいた時に、こうちゃんと素直に、こう謝れる人になりたいというか、出なきゃいけないなっていうのは、うん、すごく思いました。<laughs> なんか私も本当に、もうやっぱ SKI とかグループ愛が強いから、メンバーに対してとか、こう、なん熱が入ってきて、なんか絶対こうした方がいいとか、もっとこうしようとか、もっとリハーサルも真剣にやろうとか、真面目にやろうとか、やっぱ言っちゃう時もあるから、なんだろうなだから、それでもしかしたらやっぱ、やだなって思ってたりする人もいるかもしれないから、 まあそういう時は、なんかちゃんと、謝らなきゃ、謝らなきゃっていうかなんて言ったらいいの。なんか、こう、なんだろう、強く言いすぎだなって思っちゃう時はあるから、まあ落ち着いて、なんかみんなにしっかり伝わるような言い方で伝えたいなっていうのは最近本当によく心がけてることではあるので、なんか、その強く何かこう、言ってしまったなんか後に、なんだろう、まあ謝る、 っていうことだけじゃなくて、なんか全然違う話題で明るく話しかけるっていうこともなんか大事なのかなっていうのは最近思いました。なんか、例えば、今ドラゴンフルーツにハマってんだけど美味しいから食べてみてとか <laughs>、なんか本当にたわいもない言葉とかで、をかけることで、なんかそれだけでもやっぱり気持ち、 が、多分楽になるというか、と思うし、なんかね、そういう人間関係ってすごい難しいけど、なんか、そやってでもグループにいるからとかじゃなくて、まあ、どこにいても一緒じゃないんですか。やっぱ一人で生きていける人はいないし、周りの人が支えてくれているから。だからなんか、ね、今日このラジオを聞いてくれている方も、なんかそういう気持ちで周りに接してくれたら嬉しいなって思います。 ええと、言いたくないけど言いた、言いたくない話しよう。言いたくない話する。言いた、本当は言いたくないけど言いたい話。なんて言ったらいいの言いたいけど、いつも言えない話があ,あるから、もう言、もう言ってやる、私は。ここで言うんだ。<laughs> え、なんか、えー、ちょっとこれ言うとあれだけど、握手会で、<laughs> なんか握手会で、あの、たまに、すごい怒られるんですよね。握手会で。 なんか、それ、そういう時に、なんかすごい悲しくなる。なんか私は本当にファンの方大好きだし、なんか応援してくれてる人みんな好きだし、誰が好きとかないし、なんか、みんな好きなんですよ。本当にみんな好きなんですよ。だけどね、なんかやっぱり、なんだろうな、やっぱ悲しいこと言われたり、こう怖いことを言われたりすると、やっぱ本当に落ち込むわけですよ。私も人間だから、強そうに見えて、 やっぱ人間だから落ち込むわけですよ。なんかそうすると、なんか楽しかったはずの握手会も、なんか悲しく感じてくるっていうか、なんか、なんだろう。私結構握手会が自分の中でも、こう、仕事頑張るモチベーションになったりもするタイプのメンバーだから、なんかそれを失いたくないわけですよ。だから、なんかもうちょっと、あの、優しくしてほしいな。<laughs> <laughs> って、ね、本当に思うんですよね。わかるんですよ。やっぱ愛があると、やっぱこうしてほしいとか、ああしてほしいとか、自分の思った通りにならないと、やっぱそれも人間だから、嫌だと思うこともあるし、ムカつくこともあると思うんですよ。私に対して。なんか、だけど、なんかそれを、まず一回、あの、なんだろうな。自分に置き換えて、まず考えて、こうやってジュリナに言ったら、ジュリナ、なんか、 かわいそうかなとか落ち込むかなとか、なんかそういう風にちょっと一旦考えてから、口に出してほしいなって、すごい思いました。なんか自分もその分そういうとこ気をつけようってやっぱ思ってるので、なんかファンの方にも、なんかそうやってやってもらえたら、やっぱ握手会は楽しい場だと思うんですよ。イベントとか。楽しい場所だから、みんなが笑っててほしいし、なんか楽しいイベント をしたいなってすごく思うのでなんかそういうところをちょっと心がけて足を運んでくれたら嬉しいなって思いますでもそれは私のレーンだけじゃないと思いますなんかやっぱりこう他のメンバーの中にもそういうことでやっぱ悩んでる子たちもいるしやっぱこう泣きながら握手終わって帰ってくる子たちもたまにいるんですよなんかやっぱそういうのを見るとみんなやっぱ好きだからファンの方た 私が応援してくれてること大事に思ってるからこそ、やっぱそういう方に寂しいこと言われちゃうとみんな寂しいから、本当にね、愛を持って優しくしてあ,あげてください。<laughs> っていう話でした。はい。<laughs> ちょっと私もちょっと今この話ですごい熱くなっちゃったんですけど、別に変な意味じゃないですよ。だからもう来ないでって言ってるわけじゃないんですよ。<laughs> なんか、そう、楽しくね。これからも。 あの、活動していけたらいいな。楽しく応援してもらえたら嬉しいなって思います。さてえ、番組にですね、毎週本当にたくさんメッセージが 届いているんですけれども、なかなかね、読ませていただけるもう時間がね、ないということで、今日はちょっと耳元彼女というコーナーをお休みして、メッセージを読みたいと思います。えー、今週はですね、あの、ジュリナを褒めてみよう、みたいな感じで <laughs>、あの、メッセージを結構いただいているので、あの、皆さんに褒めていただいているメールを <laughs>、自分で読みたいと <laughs>、読みたいと思います。 え、ラジオネーム、チョコママさんから頂きました。えー、毎週ラジオ楽しみに聞いています。ありがとう。ジュリナちゃんの大好きなところはいっぱいあるのですが、ラジオから流れてくるジュリナちゃんの声が大好きです。笑い声が可愛くて、ハキハキと歯切れが良くて、話す内容によって落ち着いたクールな感じも、爽やかで耳心地が良いのです。そして、言葉遣いも素敵だなって、アイドルジュリナちゃんの優しい言葉に癒されてます。と頂きました。ありがとうございます。 でもね、言葉遣いは私悪い時もあるんですよね。なんか、なんだろう。なんか慣れた相手仲良くなった相手には、なんかめっちゃ気を許して言葉遣い悪くなるらしいんですよ。だから、なんかちょっと、なんで安心してくるとそういうところ出てくるんで、なんか大人に見られること多いですけど、まあ、まだね、22歳なんで、そこはちょっとね、あの、許してほしいなーって <laughs>、思ってます。はい、続きまして、ラジオネーム、アキべさんからいただきました。 え、これ、この、このね、褒めるね、メッセージはね、パフォーマンス部門と MC 部門と分かれてるんですけど、まずパフォーマンス部門。ジュリナちゃんのパフォーマンスが大好きなんですが、どの曲でも、これぞ松井ジュリナだと私が思う瞬間があります。マニアックですが、きっとジュリナ推しは理解してくれるのではないでしょうか。いくつか挙げてみます。新曲のフラストレーションのえ首を振る獅子舞ダンスの後の立ち姿のかっこよさ。 え、これね、あれなんですよね。その、サビの前に、首を回してから、立ち上がって、ドヤ顔するみたいな。サビのダンスを入るために準備で起き上がって立ち上がって、そこがフリーなんですよ。なんかその手とかはつけるわけじゃないんですけど、表情ドヤみたいな表情をする。今からサビ行きますせ、えーみたいな感じの表情を、するっていうのがあって、だからそこそれぞれの、なんか、個性が出る。 場所なので、結構私そこに命かけてるんで <laughs>。サビよりもそういうところなんか自分出せるところに結構命かけてるから、嬉しいですね、そこを、あのー、言ってもらえたのは。そして、AKB の新曲のサステナブルのラスト。好きでいたいの後にターンして左にステップする瞬間の体感のバランスとシルエットの美しさ。これマニアックすぎるでしょ。<laughs> 私でもちょっとピンとこないですもん。どこだっけっていうのが。いや、でも細かい部分まで見ていただけて嬉しいですね。続いて、SKE の前のめりという曲の、後ろ体重で腕を回す時の、強さ乳突筋。これは、さすがにマニアックすぎるかも。もマニアックすぎても、もうわけわからんわ、これは。強さ乳突筋。なんか首首の、なんか横の筋みたいなところを<お>らしいんですよ。 で、なんか、どこだろうと思って、その前のめりの後ろ体重で腕を回すときっていうのがどこだろうと思ったら、サビの最後の前のめりにのところの前の瞬間に、確かに後ろ体重して手を回すとこあるんですけど、その時別に首横に向けてないから、どっから見てんだろうっていう。多分、この秋部さんは、その瞬間を、 ま、右からか左からか客席で見たんだろうなと思うんですけど、正面から見てたら多分あんま見えないんですよ。だから、多分その見た瞬間、それが見える瞬間は多分、先端の客席に座ってるとこじゃなくて、右か左かから見たらよく見えるんじゃないかなと思います。 なんで私がそれを見るための場所を教えてるのかよくわかんない。<laughs> わかんないですけど。嬉しいですね。その他すべて曲のターン、曲でのターンの美しさと顔の残し方が良いと書いてあります。ありがとうございます。そこもすごい意識してるから、嬉しいです。気づいてもらえて。長くなりますけど、MC 部分も一応言っときますね。ライブで最後の締めの挨拶のところで、これからもよろしくお願いしますというとき、 右手を上げたり、声のトーンの違いで、その他のメンバーがよろしくお願いしますと自然に揃えやすいようにしている。意図的なのかわかりませんが、私にはいつもそう見えるので、偉いなと思います。そこまで見てくれてんだね。これ結構意図的ですね。私はみんなが合わせやすいようにすることが多いです。自分が何か言ってその後にみんなが続くっていうこととかも結構多いから、私とかあとリーダーとかがそういうことをやってくれることが多いんですけど、 やっぱ自分も、自分が後からね、言うメンバーっていう立場を考えたら、そういう方が、まあ言いやすいだろうなっていうのを思って、そういう風にしてる、意図的にそういう風にしてるっていうことはあります。あとは、最後の挨拶で、全員でお辞儀をした後に、すぐにファンの方に手を振るメンバーも多いのですが、ジュリナちゃんはもう一度深くお辞儀をしています。20歳も年下だけど、人として尊敬している理由ですってて書いてくれました。嬉しいです。そういうとこも見てくれてるんですね。でもファンの方は、 なんか早く手振ってほしいのかなとかとも思うんですけどなんかやっぱ私的にはみんなで一回お辞儀してもう一回まあ自分のファンの人に向けてだったりとかっていう意味も込めてもう一回ありがとうっていう気持ちがあるからもう一回大体お辞儀するんですけどなんかこれをばらされると 今度やりづらくなる <laughs> これを、まあ、気づいてくれてんのは嬉しいけど、なんかこれをばらされたら、なんか、今度やってる時に、あ、あれやってるやってるって思われるのかなと思ったらちょっと恥ずかしいけど、ま、自分的にはやっぱりありがとうの気持ちが強いので、これからも、ま、そういうところを心がけて、はい、やっていきたいと思うので、そういう細かいところまで気づいてもらえたら、本当にすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。こういうマニアックなところとか絶対面白いし、 なんか私も、え、こんなとこ見てくれてるんだ。嬉しいなって、もっといろんなことしていきたいなと思える、ね、モチベーションにもなるので、え、すごく嬉しいですね。これがなんかコーナー化したらいいなと思いますので、もっともっとジュリナを褒めてみように対してのメッセージをね、送っていただけたら嬉しいなと思います。まあ、でもファンの方から褒められることはすごくやっぱ嬉しいなって今日はね、話して、まあ来ましたけど、でもお芝居に関しては私結構怒られたいというか、 まだまだな部分もあるし、そういう、こう監督さんから、もっとこうしなさい、ああしなさい、いや、ここがダメだとか、ズバズバ言われたりするの結構好きで、なんかそれに対しては打たれ強くて、でもまあ、向上心があるから、っていうのもすごく、まあ、あるとは思うんですけど、もっと良くなる、るためだったら、もう怒ってください、と思えるタイプだから、あの、それはすごく楽しんで聞けるんですけど、 そのお芝居ってなると、ま、最近では、あの、発表されたのが、福岡にある博多座の方で、フォーティードグループで、人気なき戦い、女たちの死闘編っていう舞台を開催されるっていうことが発表されまして、で、それがまさかの主演をやらせていただくことになって、全然それを知らなくて、内容だったりとか、どの役をやるとか、そんなことも知らなくて、発表されて、 発表で知ったんですよ。だから本当驚いてて、まだちょっと気持ちの整理がついてないぐらいな、まあ、感じではあるんですけど、でもやっぱお芝居に対して、やっぱ熱い気持ちというか、これからも女優さんをやりたい。アイドルを卒業したら女優さんをやりたいっていう気持ちがあるから、なんかそうやってチャンスをいただけたこと、すごくありがたいし、博多座で主演をやれることなんて、もう本当に、もうす、すごいことだっていうのは、 すごく思っているので、そのプレッシャーに負けずに頑張りたいなと思います。だからその稽古でもたくさん怒られたいなって思うので、次の曲を聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。SKE48 で、叱ってよダーリンーお送りしたのは SKE48 で叱ってよダーリンでした。それではここで、ダジャレナンバーワングランプリ 2019! ダジャレマイスターこと、私、松井ジュリ奈が、リスナーさんの考えたダジャレを紹介します。私をうならせる主力のダジャレは誕生するのかダジャレナンバーワンを決める D1 グランプリです。9月のテーマは動物です。最後に今週のグランプリを決めちゃいます。では、早速いきますよ。ラジオネーム、ポテチさん。ペンギンのペン、銀色やポテチさんなんか先週も送ってくれてたけど、先週より格段にいいですよ。めっちゃ成長してる。はい。 というわけで、続きまして、えー、ラジオネーム、なお30、3083。猫がロンドンで、猫ロンドン <laughs> これもいいですね。猫ロンドンって名古屋弁ですよね、これもきっと。さあ、というわけで、今日はね、今週はちょっと2枚に絞らせていただきました。いやー、これ難しいですけど。では、グランプリを発表したいと思います。今週のグランプリは、 ラジオネーム、ポテチさんのペンギンのペン、銀色ですおめでとうございますえ。これはでも本当に、さっきも言ったけど、先週より格段に成長しているっていうところを評価したっていう部分はありますね。でも本当この D1 グランプリに関しては、毎回やっぱりもう強い人たちが決まってきちゃってるので、やっぱここでちょっと申請 D1 グランプリ常連の新生が現れたら嬉しいなと思っておりますので、皆さんど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 ん挑戦していただけたら嬉しいなと思います。以上 D1 グランプリ2019でした。 CBC ラジオ、声の恋人松井ジュリ奈です。残念ながらお別れの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。私に聞かせたい話を送っていただく、ジュリ奈の聞きたい話。あなたの妄想台本を私が熱演する耳元彼女。ダジャレマイスタージュリナをうならせろ。ダジャレナンバーワングランプリ2019各コーナーのテーマや詳しい内容は CBC ラジオの公式ホームページ、この番組、声の恋人松井ジュリ奈ですのページをチェックしてください。 メッセージは番組サイトのメッセージ欄から各コーナーででお待ちしております。なお、お便りを紹介した方の中から3名様に番組特製ステッカーをプレゼントします。では、今週の当選者は、さくらんぼさん、あきべさん、ぽてつさんです。おめでとうございます。それではですね、毎週恒例番組終了間際のメールアイコーナーをしたいところなんですけどね、ジュリエールというコーナーをしたいところなんですけれども、ちょっとあまりジュリエールの方にあまりメッセージが届いていないということで、最近耳かのの方に、 めちゃ偏ってるらしいんですよ。もう妄想で喋ってほしいって思ってくれるのはすごい嬉しいけど、ちょっとね、こちらの方もね、ぜひたくさん送っていただけたら嬉しいなと思います。時間が許す限り、たくさん皆さんにね、パワーをお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ、ジュリエールの方にもメッセージをください。よろしくお願いします。というわけで今日はたくさんね、熱い話もして、えー、きましたけども、 こういういろんな一面を私もこれからこの番組出していけたらいいなと思いますので皆さんもお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。それでは9月も楽しく元気に過ごしましょうそれではまた来週松井ジュリ奈でしたこの番組は奇世界キーボードアプリしめじの提供でお送りしました。